今年もよろしくお願いします。堀安秀です。1月15日岡山市内のこちらのホテルではまもなくファジアーノ岡山の新加入選手の記者会見が始まります。一体どんな第一声を聞かせてくれるのでしょうか。今シーズンのファジアーノの新戦力は10人、 J リーグクラブからの移籍が4人、大学生が1人、そして初めてファジアーノのユースから昇格した高校生が5人です。昨シーズンは勝ちきれない試合が多く12人に終わったファジアーノ。新戦力には攻撃的な選手を多く揃え、悲願の J1 昇格を目指します。ここでも得点を取ることができる、ハードワークできる選手、そしてそれを前線からできる選手という、観点から集まってもらいました。FC 岐阜から完全移籍したミッドフィールダー染谷和樹選手、昨シーズンは J2 で自身最多の10ゴールを挙げました。大阪出身の27歳です。去年9月の天皇杯2回戦ではファジアーノからもゴールを挙げています。背番号は11に決まりました。誰よりも走ってハードワークして守備を頑張って、そういったことでチームの力になって岡山の J1 昇格に貢献できたらなと思います。身長182センチの高さを生かしたヘディングを武器とするのがフォワード久保雄一選手。昨シーズンはレンタルでガイナーレ鳥取に所属し、ヴィッセル神戸戦、ガンバ大阪戦など8ゴールを記録しました。背番号は13です。泥臭くゴールを決めるところが得意なので、そこを見てもらいたいと思います。自分としては2桁得点、チームとしては J1 昇格絶対に成し遂げたいと思いますので、応援よろしくお願いします。湘南ベルマーレから期限付き移籍した鎌田翔馬選手、昨シーズン J1 で21試合に出場した攻守ともに頼れるディフェンダーです。背番号は15、ファジアーノでプロ初ゴールを目指します。僕の得意としてるっていうのはやっぱ1対1の部分だと思っているので、そこを十分に発揮して勝利に貢献したいと思っています。そして FC 東京から期限付き移籍のフォワード林洋平選手、先月22日の天皇杯準々決勝でプロ入り初ゴールを挙げた上り調子の24歳です。1点目を取ることができればどんどん乗ってきて、どんどんゴールを取れると思うので、まあ、できるだけ早く1点目を取ることが目標です。唯一の大学生は180センチの大型ストライカー、早稲田の片山栄一選手。学生時代のニックネームは A ちゃんです。自分の持ち味はスピードとパワーだと思っているので、それらを生かして攻守両面において、ハードワーク、していく姿を見ていただければなというふうに思っています。 CM の後は新しいユニフォームを発表、そして選手が見た初夢とは。今年で J2 参戦6年目となるファジアーノ岡山、新しいユニフォームは速乾性と伸縮性の優れた素材で作られていて、チームカラーのワインレッドを基調にグラデーションのあるボーダー柄が選手の内に秘めたパワーや闘志をイメージしています。またパンツは相手に脅威を与えようと全ての色を吸収する黒に変わりました。新旧ユニフォームということですけど、武田さんどうですか。かっこいいんで非常に気持ちが上がってきます。一番こうかっこいいなと思うポイントはやっぱりパンツの色が変わったところと、ストライプになったのが非常に、縦縞から横縞になったんですね、これね、はい、これでもうカンスタで今年も暴れまくってくれるわけですね。頑張ります。新しいユニフォームで気持ちも新たな選手たちを直撃。ファジアーノの選手に聞く、今年いい感じの初夢を見たという方、さあどうぞ。田所選手上がりました。ナスビかじりながら鷹を肩に乗せて富士山登ってました。全部見てますやん。パーフェクトですねこれ。だからええ年になると思ってまたお酒飲みました。また飲みますよ。見てないです。
あ、見てない。見てないです。いい感じじゃない夢でもいいんですけど、ね。僕夢見ないんで。あ、夢見ない。夢見たことないです。いや、ちょっと見たような見てないようなちょっと覚えてないですね。そうですか。ああ、だいぶ曖昧な。そうそうですね。なんかはい、ちょっとふわーんとこうあったかなっていう感じで。あかな、まあ、1月4日に見たんですけど。うん。見ちゃう。どんな夢？ちょっと怖い夢でした。あ、怖い夢だった。はい。なのでちょっと今年は危機感のある年なのかなっていうトライアルして危機感を持ちたいなと思います。逆にそういう風に危機意識に持って。はい、1日の夜にすぐ見て。うん。それはもう追われる夢ですね。ひたすら必死に逃げる夢見たんで、僕も今日、あ、今日じゃなくて今年は緊張感を持って一年挑みたいと思います。夢はあれですね、見るもんじゃなくて掴むもんです。かっこいいな。僕は J1 に上がった夢見ました。見たんですか。いい感じです。審議のほどはともかく、 CM の後は選手からのお知らせです。新ユニフォームの先行販売がスタート。そこで選手からお知らせです。ユニフォーム先行販売特典でこちらのバッグがついてきます。今年もこのユニフォームを着てスタジアムで応援してください。先月のプレゼントはご覧の皆さんが当選しました。おめでとうございます。今月はファジアーノ岡山のニットキャップを5人にプレゼントします。